さあ続いてコーナー、あいつこんなこと言ってましたリターンズ。はい、テレビ、ラジオ、雑誌、ブログ、ツイッターなどで有名人が調子ぶっこいていた話を作ってもらう企画です。はい、はい、どうも、ラジオの三平、有吉さん、国産和牛の天敵こと寺門ジモンさん確かにね、8月25日のブログに有吉さんと上島さんの微笑ましい写真を掲載してこんなことを言ってやがりました。テレビ番組の収録で有吉君と一緒になりました。テレビで有吉君は龍ちゃんに対して冗談でおっさんとかポンコツといじってますが、やっぱり楽屋でも言ってました。かっこ笑い。有吉君、ツイッターに写真あげてくれてありがとう。ちょいジモンとか言いながらピントは俺に合ってる。グー、おいジモンこんなタイミングでこんな記事書くなんてお前いいやつだな後輩にも先輩にもメンバーにも嫌われてるし、空気読まずにシャシャリ出てくるし、バカだし、うるせえし、すぐ切れるし、ナルシストだし、ウォレットチェーンクソだせえし、そのうち飛騨牛の皮でスニーカー作りそうで怖えけど、なんか感動したわ。ブログのコメントたったの5件しか書き込まれてないけど頑張れよ、応援してっからなっていう、ね、なんかあれなんだね、ブログにやっぱり写真載せたいんだろうね。渡部さんとかもそうだけど、うん、結構一眼レフみたいなでっけえカメラ持っててさ、あ、ちょっと写真撮らせてくれって言ったら、もう一眼レフ構えられてビビっちゃうなんか緊張しちゃうこだわるな、うん、結構ね面白いね、あの人もね、ラジオネーム水亀座、有吉さん、今週発売された週刊プレイボーイにて抱かれたい女性政治家ランキングなるものが掲載されていたのですが、例のあの自己顕示欲の強いあの方も入ってやがったので、ここに紹介します。お1位、イタリアローマ市長ビルジニア・ラッチ38歳、世界の、はい、2位、五輪担当大臣丸川珠代45歳、3位、参議院議員蓮舫48歳、4位、防衛大臣稲田朋美57歳、5位、東京都知事小池百合子64歳。 おいおばさん5位だってよよかったじゃん、なんか苔みたいな色の服着て暑い中頑張ってたもんなまあ俺はアナウンサー時代からおばさんのことあんまり好きじゃないけど、とりあえず風俗街の活性化だけはよろしく頼むじゃん、おばさん。おばさん呼ばわりおばさんだなんてね、本当に小池さん落ちた、ご冗談がうまくて本当に岡田さんに比べて非常にご冗談がお上手で本当に笑っちゃいます。いいですそんな情報、いや本当に笑っちゃうわ。私のね、もう本当に小池グリーンのね、生で首絞めちゃおかしら、怖いな、怖い怖い、小池グリーンの縄ってなんか OB とかなら分かるけど縄ってなんだよ。ラジオネーム、カレーは混ぜない、ありがとう。僕らのマジ天使こと広瀬すずちゃんがツイッターで、さつまいもうへー幸せ大好きという文と一緒にさつまいもを持った自撮り写真を上げてやがりました。皆さん、さつまいもといえば連想されるのは何でしょうか。はい、そうです、おならです。我々は今広瀬すずのおならをゲットできる千載一遇のチャンスに巡り合っているのです。この山を逃がすわけにはいきません。各自袋を持参しJFN スタジオに集合しましょう。ゲットしたおならは嗅ぐもよし、味噌汁の出汁にするもよし、炭酸みたいに水に溶かすもよし。インチキウォーターこと川越達也プロデュース食品をも凌駕する万能調味料になることは間違いありません。では最後、我々ゲスラーに幸あれ。なんだよ、政府にいるの広瀬すず来るとこ間違ってんじゃないの、ね、来るのかな、楽
たまに来てんのかな、FM のラジオで。おならをビニールで捕まえようっていう発想さ、めちゃめちゃ陽気だけど、幼稚だけどさ、それしかないよね。捕まえようと思ったら、ね、思い当たる手段結構残りますしね。ああ、そう、しょうがないんだよな、でもな、うん、そんなもんでな。確かに、うん、それ以外ない。アックスボンバーヘッド、アリエサ、独裁サイボーグこと加山雄三国家元首の野郎が7月30日沢子の朝に出演をした際、こんな身の毛もよだつことを言ってやがりました。ああ、高校時代僕はね、なんで親父に説教されて以来ね、いつか仕返ししてやろうと思ってね、家でボクシングの練習始めたんですよ。1年後やったってね、親父より背が高くなってきたからね、スパーリング申し入れたんです。ほんでね、顔面をねガーッて殴ったらね、親父がダウンして鼻血がバーッと出たんですよ。おい、はははじゃねえよ。マジか。1年間独学でボクシングの練習する集中力もさることながら、躊躇なく親父の顔面殴れるって一体どんな神経だ。10代の頃にはもう両親でさえ加山を止められなかったってわけか。この時代に K1 があれば、独立国家光進丸の国家元首という肩書きにワールドグランプリ覇者の称号が乗っかったんだな。すげえ。あげときます。バキのバキ。マジですげえ。ほんと、オーガとバキの戦いの究極の親子喧嘩っていうやつでございますかね。素晴らしいですね。ラジオネームプライドチキン、有吉さん、高須クリニック院長高須克也先生が、給与未払いを理由に試合をボイコットしようとしていた五輪サッカーナイジェリア代表に対し、独自の基金からボーナスを与えることを表明し、ボイコットを阻止してやがりました。うん、おいおい、何やってんだ、包皮カットマン。2ヶ月前に俺が送ったツイッターのリプライ、そっちのけかよ。30代無職です。親からの仕送りでなんとか生計を立てているのですが、今月は握手券のため乃木坂46の CD を30枚ほど購入したため、もう残金がありません。先週から深夜になると EXILE みたいに真っ黒に焼けたこわもてのマッチョの借金取りが家に押しかけてくるようになりました。助けてください、お願いします。わざわざ長文送った、送っただろう。何、俺様をガン無視してナイジェリアに金出してんだよ。お前みたいなやつなんか CM で乗ってるヘリから落ちろ。いい、最後絶対落ちねえ。まあそんな感じでしょうか。一旦ブレイクだしましょう。